仏教哲学。仏教は、インドで、紀元前6世紀に、釈迦が創始した宗教であり、一つの学問体系であると言える。しかし、釈迦の説いたのは、それまでのインドの思索や体系、また価値観と不可分である。インドには、古来独自の文化を持ったドラビダ人が住んでおり、インダス文明を形成して、かなりの繁栄をしていたことは、歴史的事実である。ところが、 紀元前16世紀頃にアーリア人がパンジャブ地方に侵攻して、さらにガンジス川流域を開発することによって、現在のインド文化の原型を形作ったと思われる。彼らアーリア人は、その侵攻を通して、価値観や生活様式を数世紀にわたって聖典にまとめ上げた。それがベーダと呼ばれる聖典である。おそらくは、すべて記憶によって伝承されていたと考えられるが、 後に文献として残されることとなった。ところが、紀元前7世紀頃になって、ウパニシャットと呼ばれる最終期のベーダ時代に入って、哲学的な試作期に入る。これを最後のベーダという意味で、ベーダアンタと呼ぶこともある。この時期に、インドで現れる大半の価値規範が形成されたと考えて良い。輪廻や語、さらには、梵天や、我という概念も、 このウッパニシャットの時代に形成された。ことに、ブラフマンという概念は、最初はベーダに内在している力を指していたが、ウッパニシャットの驚愕の中で、世界を形成する根本原理とされ、さらに絶対者として深刻化された。同様に、自分自身についての探求も進み、リンネの主体としての我も想定することとなる。この我とボンが、 精神体験的に一体となることによって、心の平安が得られるという盆栽治療という思想が形成され強調された。このウパニシャットの思想を自らの体験の上に実現しようと、紀元前6世紀に入ると多くの修行者が排出した。これは、ベーダ時代から一定の社会的基盤が形成されると陰遁して、自らの精神的安定を求めて、 修行をするという風習があったためで、社会的には農耕文化が成熟することによって、経済的にインドが安定をしたという背景があったためだと思われる。この修羅マナは、古事記をして、自らは一切の生産活動を否定し、資産なども全て放棄した。また、苦行と呼ばれる様々な修行方法によって精神体系を求めた。この修羅マナの中から、 多くの各社が排出し、指導者となってさらに多くのシュラマナを指導することになった。釈迦も指導を受けたとされる、アーラーガカーラーマやウドラカラーマプトラや、ジャイナ教のバルダマーナ、六波哲学と呼ばれるサーンキや、ヨーガ、ニアーや、バイシェイシカ、ミーマーンサー、ベーダンタなどの指導者たちも、このシュラマナと呼ばれると考えてよいだろう。紀元前六世紀。 社家族の王子であったゴータマシュッタールタが出家して修行の道に入り、シュラマナの一人となった。最初はアーラーラカーラーマにつき、続いてウッタカラーマプッタについて修行を続けたと言われる。しかし、彼らの言う究極体験に飽き足らず、また苦行による修行の問題点などに疑問を抱き、自らの修行法を中道と呼んで修行を続けるうちに、 自ら各社となったことを自覚した。彼は後にブッダと呼ばれるようになったが、自らの修行法とその認知したことを弟子たちに説明をしながら修行を補助していった。そこで説いたことは修行法が中心であったと考えられるが、驚愕的には概念化された理解では真実の体験は得られないということが中心に据えられている。これは、 認識が思考過程で概念化されなくては、人間は理解できないという点についての反省の上に出来上がった説だと考えられる。それが後に無分別値と呼ばれるものであり、これこそ修行体験によってのみ得られる知恵であるとされる。しかしながら、これは論理を否定することでもあり、概念化なしに認識を認識のまま受け入れるということによって、規制概念なしに観察することができて、 正しい知を得ることができるとする。ドミノ倒し。仏教では A によって B が生ずると因果性を解くさらに釈迦は教えとして縁起と呼ばれる存在のあり方の説明をした。この縁起の考えではすべてのものの存在は孤立するものではなく関係性の中で存在現象として現れていることを説明した。これは単に自らが 縁起によって存在しているというだけではなく、周りのすべての存在現象も同様に関係性の上に現象しているという。そのために、我というものはないという点で、ウパニシャットの説明を否定した。これを諸法無我という。釈迦入滅後の仏教教団は、時の政権に擁護されながら、修行と研究活動を進めていく。 紀元前後までの初期の教団の中で最も注目されたのが存在についてであった。シャカナキアとのビッグたちは自らと自らを取り巻く存在について存在現象を正しく認識する方法論としての瞑想とともに分析的に考えた。これはアビダルマと呼ばれタイ部の研究所が排出された。後に大乗仏教に転向する世心の駆者論は その集大成である。このように存在現象についての考察が進む中で、紀元一世紀、中岸派と呼ばれるグループに龍樹という尖閣者が出て、縁起であるから、すべての存在は、自らが独立して存在することはできないので、無事象であるという。さらに、このような状態を空と呼んで、人間が存在を知覚するということは、仮に存在が、 関係性の上で成立しているからであるという。期限4から5世紀になると、この空の考え方では、現に存在して活動している自らを、どう理解すべきかという問題が生じてくる。この問題を解決したのが世心をはじめとする、有意識学派の考え方である。この派は、すべての存在現象は、知覚されることによって、存在していると知覚されるだけなのだと考える。 実際に彼らはガ業という修行法の中で自らをも含めて知覚されることによって存在が存在たらしめられると体験した。つまり根底に修行法があって初めて成立する考え方である。ありがとうございます。